皆さん、こんにちは。自分はスマブラ勢なのですが、街の先風や特定の行動のみをこそり続けるプレイヤーが嫌でやれたまりません。例えば、コンボ指導によく投げが使われるゲームなのですが、それを決めるためにガン待ちをして、全く寄ってこないプレイヤーにすっごい腹が立ちます。なるほど。えー、強行動を押し付けることが格ゲーの戦略としてあることは分かっているのですが、それを機械的に行うだけで勝っているプレイヤーに対して、そしてそんなプレイヤーに負けてしまう自分に本当に腹が立ちます。それで格闘ゲームにも興味があり、スト5にも触れてみようかなと思ったようですが、 こんな自分に格ー自体向いていないでしょうか村さんの見解を聞きたいです。ううん。格ー自体向いていないでしょうかうん。どうなんだろうね。うん。それをやられて嫌だっていう気持ちは別にいいと思うんだけど、その上でどう対処するかだと思うんだよな。俺、初代ストツーをさ、やっ あのスーファミの初代一つを、まあ家でやってて、対戦相手なんかいないじゃん。で、対戦相手がいないから、あの、家で、その、要はうちの姉ちゃんに対戦してもらうわけよ。で、俺は当時竜がメイン、メインっていうか、メインもクソもねえんだけど、ほぼ一人用だから。まあ、でも一応心の魂のキャラは竜だったんですよ。で、竜を使ってる。ね、連続技も一応投いできます。ヒスターザードも出せます。 俺は絶対に自分のエチャー強いと思ってたし、ま、実際ストツのプレイしてる時間はもう何倍、何十倍ってやつ。し、まあ、知識も技術もあった。で、ところがですね、プレイ自体は、ま、やっぱ子供なんですよ。で、やってることっていうのは前ジャンプからのコンボを狙うだけ。クソそ性プレイだよね。うん。で、初代ストツの龍の飛びって、俺の記憶は確かならなんだけど、確かにブランカのしゃがみタイパンで全部落ちるんだよね。うん。あれは、 多分家庭用限定じゃないかな。もしかしたらジャンプダイパンで飛ぶとか、なんか別の技で飛べば落ちなかったのかもしんないけど、まあ、とにかくなんか全部しゃがみダイパンに乗っされて、で、まあ、ボコボコに負けたわけですよ。で、俺めちゃくちゃムカついて、それしかしねえじゃん、みたいな感じのことをま言っちゃったわけですよね。そしたらうちお姉ちゃんが、え、ごめんじゃ、他のことや、他の、え、このパンチを使うのやめるね、みたいな。<laughs> このパンチ使うのやめるね、みたいな感じをやって。で、俺その時に、それはでもさすがに悔しいなと思ったから、いいよそのやり方で、みたいな感じで、一応なんか言ったんだけど、うん、なんかね、そう。だからムカついたんですよ。子供の頃の俺はそのプレイにムカついたんですけど、なんとかしてやろうっていう気持ちになる性格だったんだよね。それはまあ、向いてるってことじゃん。格闘ゲームというか、まあ勝負ごとに向いてる。 だから嫌だ、嫌でやれたまんないのはいいんだけど、それをどうするかというね。嫌だからやらないなのか、嫌だけど何とかしてやるっていうふうに思うのか、その違いじゃないですか。何とかしてやろうと思うんだったら向いてると思う。思います。